にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界をお伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの与武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、では本日も松武蔵始まりましたが、はい、こちらは大阪府の30代の男性からです。十両以上の取り組みでは何回かの仕切りの後、時間ですと告げて取り組みが始まりますが、時間前に立っても良いのでしょうか、こういう質問なんですけども、そもそもこの制限時間というのはどういうふうに決められているんですか、ね、これはね、幕内で4分、はい、十両で3分、うん、それ以下、幕下以下になりますと2分の仕切りで立つようになっております。そうなんですね、はい、仕切り時間というのが決まったのがね、はい、昭和初期ぐらいですかね、うん、これは一つにね、はい、相撲放送、ラジオ放送ですけどね、はいはい、これが始まるっていうのに合わせてね、はい、やっぱりこう放送が入りますと、はい、ね、時間が決められて、じゃあ逆にそれまではもういつまでも仕切っててもいいっていう感じみたいですよ。僕もそれ聞いてびっくりしたんで、いつまでも仕切ってるっていうのを聞いて、よかったみたいです。放送が始まるからいつまででもね、はいはいはい、放送終わってもやってたら困るんで、はい、決めたんではないでしょうか。ああ、そうですか、はい、ちょっと先にお聞きしますけど、幕下以下は2分っていうことなんですか、それもこう時間測って、そうですね、まあ測ると言いますか、はい、仕切りの動作っていうのがあるんで、はい、大体これが2分ぐらいなんでしょうね。あ、で、仕切りでこう、我々幕下以下は塩のは取りに行かないんで、はい、一回こう尊敬して腰を上げて、はい、また割って手をついて、はい、相手を見てもう一回立って尊敬して次に手をついた時には立つという。あ、もう実はもうあんまり時間っていうよりももう何回の仕草でっていうことになってるわけですね。そうです。じゃあそれに対してね、十両以上の場合は何回ではなくて何分っていうふうにはなってるんですね。そうですね、大体何回ぐらいっていうのは目安はあるんでしょうけども、土俵の下、はい、向こう上面の赤房下っていうところにね、時計係っていう審判が座っております、はい、がこうちょっとずつね、時計見ながら、はい、例えばもう長い長い相撲とか取り直しの相撲があったら、それ十両だったら幕内土俵に間に合うような時間にちょっと短縮したりとか調整したりもするわけですね。時計係の審判が手を挙げて時間を知らせるっていうことをしますけども、はい、こう普通に過ごしていくんだったら3分ぐらいに立つっていうのがね、はい、だから何回って決まってないんでね、はい、我々も見ててもそうなんですけど、うん、相撲の解説している親方とかも、うん、はい、あ、もう一回仕切られますねっていうような感じで、ちょっと長めだないう時もあります。ちょっと早めだないうこともあるっていうことなんですね、はい、そうですね。それでこの質問にありますように、うん、時間ですって言われるより前に立つっていうことは、これは別に構わないんですか、うん、まあ気が荒いって言いますか、うん、そういう力士同士がこう仕切ったら、うん、よし今でもやったろわって感じで、うん、立つことは昔はたまにありましたけども、はいはいはい、今からどんくらい前ですかね、30年前ぐらいですかね、頻繁にね、はい、時間前に立つっていうね、相撲が増えてきたんですよ、はい、一場所で2番3番あったら、はい、時間前に立ちましたとかいうような解説になるんですけども、それがね、なんか多かったと思いますよ。ちょっとは割と批判的な目で見られたっていうところもあるんですか。批判的じゃないんですけども、そう時間を決めたっていうのもそこにあって、うん、こうあんまりみんながこう2回目の仕切りで重量から全員それで立ったら、うん、5時半ぐらいに横綱が出てきて、うん、放送時間変じゃないですか。そういうのもあったんじゃないかなと思います。あんまり早く時間前に立つのはっていうことだったんじゃないかな。あ、そうですか、はい、最近はね、うん、ほとんど時間前に立つ力士っていうのは見かけませんね。そうですね、はい、そういうこう時間まで仕切りをするっていうのの一つのね、はい、要因として、はい、土曜の仕切りを見てたら、うん、いろいろなルーティンする人いますよね。例えば琴勇輝だったら、はい、最後の塩を取りに行った後に、はい、なんか両腕をぐる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 って回して、はい、でなんかよしってこう言って、うんうん、こっち向いてきますし、はい、まあ昔だったら水戸泉、今だったら照強なんかは、はい、最後の師匠めちゃくちゃ巻きますよね、気合い入れて、
あれ3回目にだってちょっと巻いた時なかなかこう自分のモチベーションもそこに持っていけないところもあったりするんじゃないですか。だからやっぱりそういう力士それぞれのこう自分の中の決まりルーティンっていうのがあるから、うん、まあ途中で立つとちょっと拍子抜けになっちゃう、うん、あの高見盛りが一回、はい、あの人なんかこう最後の仕切りの時にって気合い入れるルーティンしますよね、時間いっぱいっていう気づかなかったのかそれをしなかったんですよ。そしたらなんか高見盛りも、はい、その相撲はなんかあけなく時間だったんだっていうような、やっぱりそのルーティンを持っている人たちは、そういうのがないとやっぱりこう、そしたらやっぱりこうちょっと先に立つというのは自分としたらやりにくいっていうことになっちゃう。そうですね。そうですか、わかりました。ということでいかがでしょうか。まあ、時間前に立っちゃいけないっていうわけじゃないんですけどもね、まあ、あまりにもこう時間前に立ちすぎる時にはちょっと具合が悪いことがあったんじゃないかという、まあ、そういうことと、それから最近の力士の中にはね、こうルーティーンみたいなものを持っているので、まあ、時間になってからこれをするということを持っているから時間前に立つことはまずないだろうという、そういうお話でした。まっチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。また明日。さよなら。